きな拍手をお送りください。で、キツネ香織さんでした。じゃあちょっとお話聞いていいですか。はい、マイクどうぞ。お疲れ様でした。すごい感じでしたよね。可愛らしい声で。で、先週、今週22日に iTunes 配信。そうです、先週。先週、今週や。今週ですよね。感覚おかしになってます。あらららららら、そうですか。はい。ほやほやですよね。ほやほやの曲なんで、さっきの。あ、ほやほやの曲なんですね。はい、そしてあのミッドナイトコールが5月にリリースされた。そうですね。ファーストシングルですよね。はい、今日も販売も、ね。今日販売してます。3曲入り1000円なんですけど。3曲入り1000円ですよ、皆さん。はい、で、あのチケットの方も。チケットの方、チケットがあの、はい、明日から手売り配信なんで。明日から、じゃあ今日はないですね。はい。あ、そうかそうか、ワンマンライブのチケット。はい、ね、震災橋。震災橋は、ファンジェイトワイスっていう、アメ村の近く。うん、あ、アメ村の近くで。ここからすごい近いじゃないですか。そうです、もう徒歩で行けちゃいます。ね、むちゃくちゃ近い、ね、そこでワンマンライブをされるということなんですけども、この童謡とか昔話をこうモチーフにって面白いですね。なんか子供たちがなんか振り向いてくれる曲が作りたくって。ははは、だからシャボン玉とか。ああ、ね、可愛い曲でしたよね。で、そして一番最初の曲はキツネさんのやっぱ曲。あ、最初ゴンギツネ。そうですね。ゴンギツネもあの、もともと昔話から撮ってるんで。あ、そうですか。え、なんできっかけあったんですか。まあ、こんなんしてみたいなみたいな。なんだろう。でもなんか、うん、すごく昔話ってシンプルだけど、はははなんか凝ってるっていうか、あ、なんか奥深いね。奥深いものがあるから、うん、これなんか童謡とか、まあ、童話とかも全部そうだと思うんですけど、うん、グリム童話でも、ね、うん、そういうのをなんかいっぱい見るのが好きで、日本昔話百選みたいな。あ、そうそう、私も好きやった。ねえ、懐かしい。ねえ、ほんまですよね。なるほど、じゃあそっからこんな曲やっていきたいなみたいな。あ、じゃあもうこれからはどんな活動していきましょうか。これからやっぱりシンガーソングライターとして もっと CD も出したいし、配信、うん、とか、はい、なんかどっか行きたいところとかあります。どっか行きたい。今ちょくちょく東京でもライブをさせてもらってるんですけど、はい、まあもう、うん、東京と言わず海外も行ってみたいし。海外ね、夢は大きく、うん、そうよね、はい、海外どっか行きたいとかあります。海外ね、ちょ、台湾とかが気になってて。台湾とか、うん、行ってみて。食べ物とか、食べ物とか、うん、なんか知り合いがよくなんか最近行ってるのがきっかけだったりする、うん、あ、そうなんですか。そうですか、はい、じゃあ海外目指して。海外も目指して、ね、とりあえずあの、うん、キツネっていうのを、うん、みんなが一発で読めるぐらいの認知度をまず。そうそう、だってインパクトありますよね。キツネ、ヨシ、ね、ヨシネとかヨシお父さんって言われちゃうんですけど、ね、そうですよね、全然いいんですよ。今無名だからまだまだ。いやいや、キツネさんですよ。キツネです。あの音の絵っていう意味で、ね、キツ、あの、キチね、なんかいい感じですよ。ねえ、いいお名前ですよね。で、かおりちゃんですよね、はい、皆さん覚えて書いてください。ね、きつねかおり、きつねかおり、きつねかおり、もう覚えましたよね。はい、バチバチに、ね、はい、ということでございまして、じゃあね、最後に皆さんになんかメッセージお願いします。学生さんとか結構いるんですか。うん、学生さんやりますよね。教師、学生、はい、なんか私の周りの、あ、やったやった、私の周りの学生は結構あの夢を諦めがちなんですけど、うん、そうなんですか。なんかその自分がどう行動するかだと思うから、うん、なんかそういう若い人には夢を持ってほしいです、はい、あ、そうですよね、夢持って、ね、そしてね、これからもね、キツネさん応援してあげてください。はい、はい、ということで今日は本当にどうもありがとうございました。皆さん大きな拍手でお送りください。はい、どうもありがとうございます。じゃあマイクいただきますね。